部分もあるんですけれども、じゃあまず向井さんの方から、はい、まあ、今回ユーフォニアムコンチェルトということで、まあ、佐藤さんから移植という形で、あったと思うんですけれども、まあ僕が最初、楽譜を受け取った時の、印象なんですけれども、まず曲のタイトルの、美少女革命っていうのがあまりにも斬新で、ものすごく衝撃を受けたんですけれども、まあ、このタイトルがどこから来てるかっていうのはちょっとお話しいただいてもよろしいですか。まあ、僕は結構日本画とかそういったアート絵画とかそういうアートがすごい好きなんですけれど、まあ、その日本画とかその歴代のそういう日本画家の絵を見てるときに少女っていうのはいつでも結構いろんな画家さんのやっぱテーマとして描いてる。そして、まあ、洋画家のバルティスだったりとか、あと他の画家の洋画家も少女を結構ミューズというかそういった女神として描いてる人が多くて、なんか少女っていうのは結構特別なモチーフ、芸術家にとって特別なモチーフだなっていうのは今自分は感じてて、で自分もそれをやってみたいなって思ったのが最初です。で、美少女革命っていうのは自分がその、まあ、空想の少女ミューズにどんな曲を自分が描けるかっていうのを、まあ、自分に課して作品を作るっていうのが自分のちょっと面白いプロジェクトだなと思って、まあ、その連作になっていて、一番最初はパフォーマーとアンサンブルのために書いて、次がハープとエレクトロニクスで、この前は人魚浄瑠璃のために書いて、で、まあ、今回この作品を書かせて、まあ、多分6作くらい美少女革命というのを書いていて、あと、まあ、美少女革命、その美少女っていう言葉自体が結構ヨーロッパに行っても通じる人が多くて、やっぱりこう漫画とかアニメとかそういったカルチャーとまあ、深く結びついている言葉なので、まあ、そういった意味でも結構海外の人に面白がってもらえて、なんでこのタイトルをつけることにしました。まあ、連作になってるっていうことは、じゃあこの後も続いていくんですか。そうですね、はい。どれぐらいまで続くんですか。そうですね、まあ、たくさんの少女にその自分の空想ですけれど、まあ、ミューズに描きたいなと思ってるので。じゃあ浮かぶ限りはもう数限りない。そう、描いていきたいなと思ってます。はい。で、この今回 その美少女革命の中の、まあ、2画章形式なんですけれども、1画章は恋愛依存症っていうのはどういう、うん、なんかその、まあ、そのミューズのために描いてるってことで、まあ、ミューズってやっぱかなり推敲な、結構自分とはかなり距離のある人じゃないですか。だけど恋愛依存症っていうタイトルをつけたら、なんかもうちょっとミューズに対して親しみ持てるかなと思って、じゃあ自分は今回は恋愛依存症のミューズを描いてみようって思って、まあ、それに自分を重ねたりとかしたところもあるんですけれど、まあ、そういったちょっと面白い試みかなと思って恋愛依存症ってタイトルをつけた。まあ、学生の中では恋愛依存症っていう曲がパッと来た時に、これは何だろうね、何だろうねっていうすごいなんか妄想が膨らんでるみたいなんですけども面白がってもらえると嬉しいですね。はい。2曲目の方はこの世界を私にっていうことだと思うんですけど、これはどういう。そうですね、この作品を書き始めた時にやっぱりパンデミック、はい、コロナの影響があって、まあ、僕はまあ、もらってた移植だったりとか出演が決まったコンサート全部キャンセルになってしまって、まあ、自分にとって、まあ、その音になる機会がないのにどうして作曲を自分をするんだろうかっていうのをすごく自問自答する日々が続いていて、まあ、そんな時にこの作品が、まあ、12月に多分演奏できるだろうってことを佐藤さんからもらってて、で東宝さんの方ももう
ホールの方を予約してあるよってことを聞いて、なんかそれをすごく希望に思って、でこの世界は私にっていうのは、この世界っていうのはやっぱりもうこの世界ですよね。だから、まあ、自分にとってこのコロナに入ってからいいことも悪いこともたくさんあったけれど、まあ、全てのそのなんていうか現象というか、全てのその世界を自分は受け入れて、あのこの作品を、その受け入れるためにこの作品を書いたっていう感じですね。まあ、今日はあのレコーディングという形でさせていただいて、まあ、どうですかね、あの向井さんの思ってらっしゃる音になりました？本当に学生の皆さん頑張っていただいて、あの僕はあの、まあ、あの今ポルトガルに住んでいるので、彩香さんから録音を最初送ってもらっていて、最初の合わせっていうのは、ね、なかなか難しくて、リズムが取れてなかったりとか、音のが全然違ったりとかしてて、それがこの、ね、コンサートに向けてあと1ヶ月とかしかないけど大丈夫かなってちょっと自分は心配していたんですけど、合わせに行ったらもうちゃんと練習してあって、それでリハーサルを追うごとによくなるし、今回レコーディングしてる中でもどんどんみんな上手くなってて、別のプレイヤーみたいに、それに彩香さんもそのエネルギーに応えていってくれて、なんかそのなんかエネルギーの爆発っていうんですか、そういうのすごい久しぶりに感じたので、これもすごく感無量で、もう本当泣きそうになりました。高木さんも今日はあの本当にありがとうございます。ありがとうございました。まあ、今回あの花あかりっていう作品を書いていただいて、このまずタイトルからちょっとお聞きしたいんですけど、この花あかりっていうのは何かこうイメージ、具体的なイメージがあったりするんでしょうか？そうですね、まずこ の, あのお話をいただいた時に、あの上原先生からこの COVID の状況を見てだと、おそらくそうだと思うんですけど、あの元気づけられる、聴いてくれる方をあの元気づけられるような曲を書いてくださいっていう風に、はい、あのご依頼があって、どういうものがいいかなっていうのを考えた時にパッと思い浮かんだのが、東山魁夷さんの花あかりっていう、あのすごいしだれ桜の絵が、あの東山、京都の東山をバックにしてあの描かれた絵なんですけれども、ちょうどあの今年の4月に私たち外出制限だとかいろんな制限が始まって、あのすごくなんていうか心がざわざわすることが多かったと思うんですけれども、私この花あかりっていう絵を初めてあの直接自分の目で見た時があったことがあったんですけれども、その時なんか自然ともうその絵を目の前にしてると心が落ち着いたんですよね。でちょうど季節が春だったっていうのもあって、で外出制限があるからお花見に、ね、あの行くこともできない、そういう時にあの心の中でその花あかりを見た時 の, あの印象を思い出すと、自然とこう心がもうざわざわざわついた心が落ち着いてくれたなっていうあの思い出というか、あのそういうのがあったので、じゃあその元気づけられる曲として何その吹奏楽作品でその花あかりをイメージした曲を書いてみようって思ったのがきっかけです。あのなんかオーボエコンチェルトなんかをこう作曲されてるのはちょっと存じてたんですけれども、 あの今回吹奏楽作品を初めて書かれたっていうこと で、ね、あのまあ、ひょっとするとあの思ってらっしゃる音と随分違う部分もあってたんじゃないかと思うんですけれども、実際吹奏楽の作品を書かれてみて、まあ、吹奏楽の作品を書くっていうのとか印象っていうのは何かあのこう印象深いことあったりします？とにかくそうですね、まず段そのいつもの楽譜の段の組み方があのオーケストラを弾く時と違います。そうですよね、違うのであのすごく大変でしたね。あのもう初めのなんか書き始めようと思った一番最初の1週間はもう段を組んでもうぼーっとその白い楽譜を見てるまま1週間が過ぎてしまいました。それぐらいちょっともう自分の中では本当に慣れないことだったんですけど、一応楽器も多いですからね。そうですね、それはやっぱり今回調整で書いてるので、はい、やっぱり頭をしっかり、ね、あの楽器ごとに変えないといけないので、それも大変でしたね。実際今日レコーディングで音を聞かれてみて、吹奏楽の印象とかって何かあったりします？そうです、私そのテーマを花あかりにしたのはいいものの、
その吹奏楽で、あ、その東山魁さんみたいなちょっと繊細なというか、ね、まあ、もちろん芯の強い部分っていうのは、あの芯が強いというか力強い、ね、要素があるっていうのは共通する部分かなと思ったんですけど、繊細さ、この色彩の繊細さみたいなところまでを果たして吹奏楽でどれだけ出せるものなのか、ちょっと未知数だなって思いながら書いてたんですけれども、これがすごくよく、すごいバチッと当たってたなって思うのが、だから本当に、あの、飛んで東方の学生の方々がもう本当にすごく、あの、楽譜と向き合ってくれたおかげだなって、それですごく私も新しい発見というか、よくさせていただいたなっていうふうに思っています。これからはもうぜひ吹奏楽でなんかいい作品を絶対いっぱい、ちょっと身が、ね、持つ限りはという感じなんですけど、はい、まあ、高木さんも初めてっていうことなんですけど、向井さんも今回吹奏楽の作品初めて書かれた、ね、はい、あの、僕の父が、あの、まあ、あの、まあ、ずいぶん前ですけど、まあ、地元の静岡に、あの、アマチュアの吹奏楽団を持っていて、なんでその吹奏楽曲に触れ合う機会っていうのは多分すごくあって、子供の頃だから結構吹奏楽って僕にとっては結構特別な音が自分の中ではしていたんですけど、まあ、実際帰ってみるってなると、どうやってあのサウンドを作るんだろうだとか、そういうのはなかなか分からなくて、だから、あの、たくさん楽譜を見たりだとかして、オーケストレーションを一から勉強し直したって感じなんですけれど、実際に演奏してみたら東方の楽器はレベルが高いので、結構難しいこと、リズムとかすごく複雑にしたし、結構そうです、難しかったね、超楽たくさん入れてみたりとか、ね、あの、和音もかなり、ね、いろんな、あの、複雑な和音を入れたりとかして、もうでも学生の皆さんみんなついてきて、でもあれですね、ソロの佐藤さんがすごかったですよね。そうですね、佐藤さんのソロはもう本当に気あふれて書いて、あの、じゃあ佐藤、あの、僕双子なんですけど、双子の弟も、あの、作曲家なんですけど、前に双子の弟が最初に佐藤さんに、あの、オーケストラとユーフォニアムのコンチェルトを紹介して、渡さんです、ね、あ、そうです、はい、はい、で、その作品を聞いた時に、もう佐藤先生何でもできるって、そのユーフォニアムは本当に可能性を秘めた楽器だったことを証明してくれて、だから今回自分も何でも自分のやりたいことやってもらおうと思って、たくさん超絶技巧を入れてみました。あの、高木さん、あの、まあ、吹奏楽以外の作品をこれ、あの、これまでにいろいろ書かれていると思うんですけれども、あの、まずジュネーブ あのコンクールで、あ、はい、あの、優勝されたっていうのを、あの、はい、聞いて素晴らしいなと思ったんですけれども、ああの、今までなんかこう書かれた作品ですとか、どういう活動をされてきたかっていうのが、あの、もし、あの、ありましたら、ちょっとお話しいただけるとありがたいんですけど、そう、現代音楽って言ってもすごくいろんな括りがあると、うん、思うんですけれども、私のスタイルは割と保守的な方だと自分では思っているんですね。なので、あの、一般のお客さんであまり現代音楽の馴染みのない方の割と入り口になれる 作風なんじゃないかなと自分では思っていますので、そういう、なんていうかな、こう、そう、あの、お客さんの新たな可能性を広げれるような作品っていうのを、あの、今までもいろいろと書いてきました、はい、具体的な作品とかもしありましたら。そうですね、まあ、今年で言うと、あの、ホルンとピアノのための作品を、あの、日高武さんと三輪育さんに、あの、大阪の豊中で初演していただいたりもしましたし、そうですね、あとマリンバとピアノのため あの作品も書きましたし、で、これはこの2つは一応現代音楽のスタイルなんですけれども、一応朝鮮音楽も、まあ、あの、必要に応じてというか、場面に応じて書くことも、まあ、今回もそうですね、そうですね、はい、今回もそういう、なんていうかな、その入り口になれるような場面では書くこともあるんですけど、そうですね、去年の1月は、あの、僕のご主人はスマホ中毒っていう歌曲を書きました。これも面白いタイトルですね。で、あの、自分で歌詞を考えて、はい、その、まあ、あの、猫が主役になってるんですけど、その猫とその、あの、あの、スマホっていうその現代のコミュニケーションっていうか、そういうのをちょっと、あの、フォーカスした
ちょっとそのなんていうかな、こう興味、こう現代音楽を知らない人でもちょっと興味を持ってもらえるような曲っていうのも書いています。はい、でもあれですね、あの次回あの吹奏楽の作品もそういう切り口の曲もぜひなんかいただきたい感じを書いていただきたい感じの。ちょっとまた考えます。はい。向井さんもあのストラスブールの、現代音楽コンクールで入賞されてる、優勝、そうです、優勝されてる、はい、と思うんですけれども、まあ、素晴らしい功績だと思うんですけれども、まあ、その辺のこととか、今まで、こう作曲の活動されてる、どんな活動されてるかなんかをあのお話しいただいてもよろしいでしょうか。僕はあの東邦学園で、その後2016年にオランダの方に電子音楽を勉強するために留学しました。で、そのストラスブールで賞をいただいた作品もトロンボーンとコンピューターに関する作品で、まあ、結構ヨーロッパでは結構そういったコンピューターを使った作品っていうのがたくさん上映されるってこともあって、そういった器楽とコンピューターに関する作品を結構メインに作っているんですけれど、なんで結構金管楽器とコンピューターだったりとか、そういった木管楽器とコンピューターだったり、そういったその楽器のキャラクターに合わせてコンピュータープログラミング を作り変えたりとかして、そういった感じでその電子音楽をやってるんですけど、今はポルトガルの方の PhD、 あの博士課程にいて、日本の伝統的な人形劇文楽とか、あとポルトガルの伝統的な人形劇に焦点を当てて、そういった人形劇を使って、まあ、VR の最先端の技術とかを使いながら、なんか新しい音楽体験も、なんかできるような、そういったなんかプログラミング、コンピュータープログラミングを作れないかなと思って今研究はしているんですけれど、まあ、今回の作品でもちょっと四つ打ちのドラムっていうんですか、ちょっとテクノっぽいクラブ音楽っぽいところをちょっと入れてみたんですけれど、まあ、ヨーロッパだと結構エクスペリメンタルミュージック、実験音楽っていうのはかなり人気があって、なんかそこがと結構現代音楽のファン層っていうのは結構同じなんですよね。なんでここ電子音楽が好きな人って結構現代音楽が好きな人も多くて、現代音楽が好きな人もよくそういうクラブに行く人みたいなのが多かったりとかしたので、まあ、今回は電子音楽では使ってないんですけど、まあ、その電子音楽でやるようなアプローチを吹奏楽でやったらどういう音楽になるだろうっていうのがあって、それを今回やってみました。これからまだまだいっぱい作品を書かれると思うんですけども、今後のなんか大きな目標とか、これからやろうって決めてることとかって何かあったりされますか？大きい目標としては、まあ、4年後5年後に博士号を取りたいなっていうのがあって、まあ、今そのための研究をしているので、まあ、それで博士号を取りたいなっていうのがあるんですけど、まあ、それとは別に作曲でやっぱり、まあ、もっとこう現代音楽をこうたくさんの人に聴いていただきたい。現代音楽っていうのは難解の音楽って思われてるがやっぱり多いんですけれど、でも現代音楽にも、ね、高木さんがお話しなさったようにたくさんの種類があって、できっとお客さんが気に入るような作品も絶対あるんですよ。だからぜひコンサートに来て聴いてほしい、この熱いこのエネルギーのある音楽を聴いてほしいなって思うので、まあ、そういった活動も作曲家として自分はそれがなんか責任だと思うんですよね。そのお客さんに音楽を聴いてもらうっていう、そういう活動をしていくってことがなんで、その、まあ、そういった活動を日本でしていきたいなと思っています。高木さんもなんかもし今後の大きな目標とか方針とかもしありましたら、うん、そうですね、私はもうそうですね、日本もう主に日本で活動していますので、まあ、日本の方に聞いていただくっていう機会の方が圧倒的に多くなるのかなと思うんですけど、いろんな分野の方とコラボレーションをしたいなと思っています。例えば今回の花あかりも私は絵画からインスピレーションを得て描いた作品なんですけど、そういうその違う分野のアートからインスピレーションを得るっていうことが個人的にすごく多いの で今回は、まあ、もう有名な絵画からインスピレーションを得たっていうケースですけれども、まあダンサーの方であったりとか、まあ、例えばライブペインティングであったりとか、もう生身の別の分野で活躍されているアーティストの方と一緒にいろいろ活動もしていけたらいいなというふうに考えています。そうすると
とまたあの音色のこう幅もバッと広がりそうですね。で, すねでそれ、うん、違う分野とやっぱりコラボレーションすることによってやっぱりあの興味を持っていただける機会というのも広がると思いますし、うん、その聞いてくだその場にいてくださった方のその何て言うんでしょうね、豊かな、ね、あの感受性というかあのその人の世界を広げられることにもつながると思いますので、そういうことをやっていけたらいいなというふうに思います。あの今回あの2人に書いていただいた作品っていうのはあの本当にあの何て言うんでしょう、あの、まあ、吹奏楽ってコンクールが盛んなので、うん、あのまあコンクール向けって言ったらあれなんですけれども、まあ、その決まった時間の中に決まった効果を出すっていう作品がこういっぱい書かれてる中で、それにとらわれずに吹奏楽の新しいこう響きとかそういうのをこう発信するなんか素晴らしい作品になると思うので、本当に財産になると思うんですけれども、これからもぜひ吹奏楽のためにいい作品をいっぱい書いていただけるとありがたいなと思いまして、はい、ちょっと締めさせていただきます。ありがとうございます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。